オーストラリア海軍はオーストラリアが保有する海軍。正式に訳すと、王立オーストラリア海軍である。オーストラリアの独立以来イギリス海軍と密接な結びつきがあり、イギリス海軍の旧式艦を受領して運用する例も多い。海軍司令部は、ケズウィック、ブリンバ、ホバートにある。運用している艦の名前には、HMAS を付けて故障する。 大規模な海軍力を有するわけではないが、第二次世界大戦においては、イギリス海軍と共に、数軸国と戦った。1901年に、オーストラリアが事実上の独立を達成する以前から、植民地である、各州には、海上軍事組織が結成されていた。1901年以降はそれらが統合されたものの、依然として、海上防衛の主力は、 イギリス海軍が担っていた。本格的なオーストラリア海軍の構築は1909年以降のことである。オーストラリア海軍艦隊による艦艦式第一次世界大戦では、イギリス海軍の指揮下で太平洋、インド洋、大西洋で戦乱護衛などを行ったほか、ガリポリの戦いに参加した。軽巡洋艦シドニーはドイツ海軍のエムデンを撃沈した。また、 対戦中は、イギリス海軍に、巡洋戦艦一隻を対応し、戦後に復帰したが、間もなく、軍縮条約により解体処分とされた。オーストラリアは1939年9月、ドイツに戦線復刻した。その時の海軍の陣容は、重巡洋艦2隻、軽巡洋艦4隻、駆逐艦5隻などであった。1940年中頃から地中海での隊。 イタリアの戦いに参加した。軽巡洋艦シドニーは、カラブリア沖海戦、スパダミ赤沖海戦に参加し、イタリアの軽巡洋艦、バルトルメオコレオーニア、駆逐艦、エスペロ撃沈に貢献した。9月には、重巡洋艦オーストラリアが、ダカールで、フランスの駆逐艦を撃破した。オーストラリアの駆逐艦5隻は、元イギリス海軍の中古艦であり、ドイツ側から、 クズ鉄戦隊と揶揄されたが、貴重な戦力として活用されたことで後には五隻の愛称になった。インド洋では1941年9月、シドニーがオーストラリア西方海域でドイツの仮想巡洋艦、コレモランと交戦し、両艦とも沈没した。コレモランの生存者はいたが、シドニーの生存者はいなかった。 1941年12月の日本の参戦後は多くの艦艇がオーストラリアに戻され周辺警備に当たった。1942年3月のバタビア沖海戦で軽巡洋艦パースを失った。オーストラリア海軍は5月の参後海海戦にも参加した。5月に日本の特殊潜航艇によるシドニー港攻撃が6月には 潜水艦によるシドニーと入荷する砲撃が行われている。1942年8月の第一次ソロモン海戦では日本海軍との砲来撃戦で重巡洋艦キャンベラを失った。第二次世界大戦でオーストラリア海軍は計30隻の艦船を失った。海上船舶林検訓練を行う総海潜水員主体チームの隊員たち第二次世界大戦後は イギリスのマジェスティック級航空母艦マジェスティックを購入しメルボルンとして運用していた時期があった。海軍には14,215人の兵士と2,150人の予備役が所属しているジェーン海軍年間より過去に収益した艦艇についてはオーストラリア海軍艦艇一覧を参照フリゲートアンザック潜水艦駆逐艦フリゲート 教習用陸間用陸間小海底、特設総海底沿岸総海底総海洋、標的海洋観測艦調査船調査艇、DSRV 搬送練習艦練習船、給油監視圏艦魚雷用終戦ランチ、橋家水中作業母船港内衛船二千十2 0 1 1年6月、現在、JN 海軍年間2011-2012より、固定翼機空軍所属とするより古い資料あり、 海底によくき、ありがとうございます。